はい、本日の動画はですね、自動車業界、自動車趣味の少子高齢化について喋っております。せっかく若い子が興味持ってくれたとしても、最近ホイホイとそそのかすと、どうやら親からクレームが入ったりするそうです。そんな話を中身でしてますので、興味ある方はどうぞよろしくお願いします。仕事をしているふりをして、お前漫画読めやろ。これですか。面白いですよ。そうなの。これ読んだことない。え、カヨキ読んだことない？ないっすね。それは人生の8割損しとる。マジで。うわ、すぐじゃあ俺な、漫画にな、このな、こう日本刀とか侍とか出てきたら、まずその時点で読まんから。なんで？なんか歴史もめんどくさいやん。あー、出ましたね。そんなことないですよ。歴史も無理なんよ。いやいや、そんなことは、いやいや、そんなことはない。そう、大井龍馬から読もう。もうほんまに、あー、無理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 。もう着物着とる人とかちょっと無理なんで。そうなん。え、でもそういうの好きそうっすけどね。そう、マジで。いや、なんかな、和風のやつ、うん、いや、いかんな、無理やな。そうなんだ。だってついこの間まで着物着てうろうろしょったでしょうかな。いや、それとこれとは別。だって中津版荘園で能を見る、能を鑑賞されるぐらいの人なんで、やっぱり。そうやろ、うん、それやのに、ほんまに。じゃあそういうところ漫画とはまた別やな。あとチャンス、うん、やっぱあの戦闘機とか、あ、そういうの出てきてほしい。新谷薫系でいく、はい、あ、なるほど。確かに。じゃああれやな、あの、はい、ご子息のあのお誕生日あれでは、うん、あの新谷薫シリーズを全部引っ張り出しとくわ。だから、まだですか。もう誕生日会終わりました今年の。いや、あの、あ、あれなんで、旧暦なんで、旧暦でやるんで、ちょっと1ヶ月ぐらい遅れます。はい、じゃあ早くしてください、はい、ということで、はい、もうソリさんがね、もうだってサボンルーム仕事が終わってるんです。終わってる。ほんまに。もう今日もまともに給料もらってないから生産性がゼロなんで。それはもうあんまり高いこと言ったら大林さんがちょっと確かに大林さんがどうかと思われる。でっちなんで、はい、生産性の搾取をされよるから。そうだな、やりがい搾取ってやつやな。かわいそうに。いずれ車プレゼントされると信じてるんで僕。ほんま、はい、ほんま。ピカピカになった S2000 が加えてくるから。いや、もう別の車す。S2 は S2 で。あ、なるほど、ええー、な。頑張ろう頑張ろう。すごい、はい、俺も信じてる。みんなに言っていこう。こうして若者がまた一人減っていきます。そうなんよ。だからソーリーがもうあのとうとうほんまに、うん、ほんまにちゃんと就職するんでいなくなるんですよ。ええんですか。え、月給50万ぐらいで引き抜いた方がいいんじゃないですか。困るんですよね。ええですか。いや、それはちょっとまだ早いから。僕も月給50万で引き抜いたら潰れる方が早いかもしれない。多分うちが潰れる方が早いんで。月給50万なんか言ったらもう あれですよ、値の給料より高いですよ本当に。もうそれな、ほんまに無理無理みたいな。マジで それに対する動画を作った方が僕はいいかな。ええー、私の給料問題について、まあ、ちょっと携帯の音を止めてもらっていいですか。そうじゃん、はい、そうなん、すいません。いや、まあほんまに、いや、ほんで、はい、あれよ、でそんな話をしよったらまたこれで若者が一人減るわけですよ。おでしょ、うん、ここでまた若者が一人減るということは少子高齢化。そうや、ただでさえおっさんしか来んのにやな。いや、そうやな、僕若手なんで。ええ、何が。いや、僕若手なんで。いや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 、若手です。そんな思っとるかもしれんけど。若手です。もう何歳ですか。弱い、今年で35、今年で6に入ってくる年になりますので。それはもう若いとは言わん、はい、世間一般では立派なおっさんですよ。そうですか、うん、まあ、でもいつまでもな、ハッチバックで黄色いシビックが僕は似合うんだって思っとるかもしれんけど、はい、もう10年前にすごい。そうかな、そうかな、うん、いや、まあでもね、まあ本当そういう意味で言うと、最近あの本当少子高齢化が進んでいてですね、やっぱりこうあの、まあ多分どのお店も、はい、まあそういう運命に多分たどると思うんですけど、ほら大体その店主と同年代が多くなるじゃないですか。なるなるね、うん、どうしたって、うん、どこも、うん、そうすると、はい、やっぱりね、お客さんも年を取るんですよ。そうですよ、はい、もうだから最近もうちとかで言うと、うちの親父世代のお客さんとかの、そうそうそう、まあもっと年取る人たちになると、最近免許返納すると。
おお、ちゃんと返したらええけどな。いや、あの最後までごねよる人の方が多いけどな。ここらだったら免許は返納したけど、お前病院行くに困るけん軽トラだけは飲んでるっていう人まあまあおるからな。そうそうそう、軽トラはセーフやとかって。いやちょっとその政府の意味がよく分からんけどって言いながらも、まあおるよ、おるよ、おるおる、怖いよな。まだ自主的に返納できる人はええけど、うん、だけどそういう意味で言うとなきゃあれな、返納の話になっちゃうけど、なきゃマニュアル載ってるよ最後の方みんな。わかる。で、あの2アウト制、3アウト制にしたんやって、はい、年間1年のうちに2回クラッチ交換があったらもうアウトですって、うん、いやほんまになる。確かに軽トラでブワーンおるやつおるやん。そうなんやって。とかあとは3回年間に、はい、あの何へこました、へこましたらアウトとかな。そんなもう3カウントなんか一瞬やろ。一瞬よほんまに。だけどあなたは今もう何回の表に入っとんですかって話があるんやけど、うん、そうなんや。でも、まあ、それぐらい、まあ、今こうなってるわけですよ。でそうするとそのね、今そこを支えていた土台っていうのがもうこう細くなっているので、もう我々自動車の業界っていうのもですね、はい、その趣味を楽しんでいくためには、はい、やっぱある程度の人口ではあって、はい、ある程度こうあのマイナー競技じゃなくメジャー競技であるからこそお金が回っていろいろ楽しいことができるわけですよ。それはもうあれやな、今のもう日本を表しとる。そうそうそう、ジャペンを表しとる。終わっとる。いやいや、そうそうなよ。だからそのよりね、はい、その若者だったりだとかに興味を持ってもらうためのこうこと報道をまあせないかんのでございますが、がしかし、しかしっていうね。だからあれやって、うん、ちょうどいい感じにすぐ近くに高校があるやんか、うん、あるある。だ中学生だったり高校生が自転車取りに来ましたって言わんを、うん、はい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 、塩対応しようはどこの誰ですか。だって僕自転車そんなにやもん。違う違う、えそこどういうこと、ここら辺が次世代ユーザーの一番の近道でしょ。あ、まあそうかもしれんけど、まあ、それお前なんで何をしに来たんだみたいな顔してな。そうかもしれんけど、自転車あ俺は知らねえぞとかって言おる時点でやな。そうかもしれんけど、まあ確かにそうですね、うん、まあ、でそういうやつにお前バイクに興味はないんか。いやでも最近なそういうこと言うやんか、うん、後で、うん、あの学校から電話かかってくんで。ほんま？お前になあのそれこそご連絡をいただいたことがありましてと、うん、であのまあ知り合いのその時先生が中学校におったよ。ほんだら小林くん、小林くんと、はい、でまあ個別にちょっと電話がかかってきて、うん、どうしたんですかって言って、今日うちの生徒がなんか行った時にちょっと話をしたみたいな感じで、今日、うん、まあ厳密にその前にな、うん、話をしたみたいな感じになって、うん、ああしましたしましたって言って、うん、楽しくそのバイクとかその車とか話をした記憶がありますわって言ったら、はいはいはい、親御さんからクレームが入っていてと、うん、はあってなるやろ。いや、まあ、要はそのまあバイクとかはまあやっぱ確かに危ない乗り物ではあるし、うん、まあその親御さんとしてはその子供にそういう興味を持たせないようにいろいろと教育をしてきたと、はい、ね、はい、でその教育をしてきたんだけど、はい、あのなんだっけ、帰ってきたらと、はい、うちの僕がと、はいはい、いっぱいバイクの話をしていると、はいはい、で学校で何かそういうことがあったんですかって言って学校に電話かかってきたと。もうな、えクズや。そんな親はクズや。でもな、うん、でもでそこの時先生と話しとったら、うん、たまにちょいちょいあるらしい。だからそれがそのバイクじゃなかったりとかしても、何かこう別のことに興味を持ったりとかしたのが、そのまあ親御さんの意向にちょっと沿わない内容だったりだとか、なんでうちの僕ちゃんがこんなことをいきなり興味を持ったんだろうっていう話をし始めると、それでもうピピッつって、もしもしっつって、死んだ方がいい。いやいやいや、いやだってさ、うん、そのやっぱり子供とかさ、うん、若者はやっぱり、はいはい、興味とか関心とかを持ってなんぼやん。はい、それはそうよ。これはなんだ、こんな楽しいものあるのか、うん、そうよ。その目を摘んではいけない。そうなんよ。な、伸びすぎたらちょっとな、うん、まあこれちょっと間髪ぐらいはな、ちょっとね、うん、あの選定せないかもしれんけど、そう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 、あれな、やっぱりな、うん、その興味の芽を摘んどる時点でもうそんな、な、そうなんやで。だってな、親として俺は失格やと思う。アスファルト敷いたって出てくんやけ、うん、そうよ、出てくる草はそうよ、生えてくんやけ、うん、でそれやったらもうちゃんとそれが、なんていうこう適度な生え方をして、はい、でちゃんと植わってっていう風なやっぱ方向でやるのが筋やとは思うよね。ちゃんとした畑に植えてあげればそういうええのに、そうよ、
俺をそんなことするからやな。そうよ、まあ、盗んだバイクで走り出して出てくるわけやんか。行き先もわからんままな。そう、窓ガラスを割って回すみたいな時代が来るんや。そういうことよ。そういやだけ一発な、俺またなんかそういう時代がちょっと来よるような気がしてな。おお。だけどなんかその今インターネットとかそんな情報で手に入れようと思ったら手に入るやんか、うんうん、な。だから別に俺が話さんかったところでどっかでその子はもしかしたら出会うわけですよ。でそうなった時に昔はな、まだその要は悪い人でもいいよ、うん、でもそのリアルなこう対面やったわけやん、はいはい、だからまあそこで加減を覚えていくやん、うん、でも今いきなりインターネットからの情報がギューンとダイレクトに入ってきて、うん、それで自分でギューンとアウトプットしてしまうけん、はい、要はやってみせの人がおらんわけやん、はい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 、そうするとやっぱな結構むちゃくちゃするでほんまに気ぃつけんと。そうでしょうね、うん、だからそれだったらやっぱりね、あの興味を持ったりとか、はい、そんなのをした時にちゃんとこう周りがねよしよしよしと適切にそう適当な措置を与えて、うん、な育ててあげる方がいいと思います、うん、いや僕もそう思うんですよ、はいはい、来ました、はい、あ看板屋さんが来ました。そうですね、はいはい、じゃあまたね次の動画撮らないかんなんですけど、はい、なんで皆さんあのもし周りにね、はい、そういう興味がニョキニョキとこう生えてくる人がいましたら、はい、あのちゃんと生コンで埋めるんじゃなくて、はい、あのちゃんと適度にね生やしてあげるようにしていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、ということでチャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくです。ではまたバイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。